学校行っても必死こいてオリンピック やろうとして、なあ、もう追い詰められてんやん、ゲームで。というわけで、特に声優系、お前ら特に覚悟あるやろな、お前らから通り町ゲーム、手腕やったの、あの加藤って言ったの、はめたの、お前らから、お前らが苦情拒否、不良と交渉拒否するから、こんなテロ事件起こって、お前らも真似にいたことや、お前らみたいに接客も悪いし、礼儀も悪い連中はな、合法的に虐殺してやるよ、こいつ。これ、潰してやるな。お前ら世界中脅してさそうだよな。どういうことや。テロ国家だってことやな。まあ、勝手にしろ、聖火リレーな。どうせ妨害受けるんや。これで警察はないや。報道されたら、勝ちや。そういうことや、報道されたら。長々し叩かれるからね。そういうことや。俺が呼びかけた。いいんや、別に犯罪。殺害予告、なんでもいいんや、あんな。どうぞ訴えろよ、俺の空間やから。決まってるやん、空間やから。ないだって、国内アカウント強制停止食らってるやん。そういうことや。お前らが不正な通報テロしてるから、こうなって。そういうことや。そういうことです。さあ、今日の埼玉見てきました。さあ、全体的に大丈夫でした。さあ。なんか今頃線が拡大に1000人増えてるとか言ってたらもうとっくらいいんや。新幹線も止めてるって、うんなん行ってるって見たいと思うさ、剣を剣があるってすごい。そういうことトーマスはお前分かってるやろな。この間 IOC 脱退も検討せざるを得ないぞ。ロシア政府関係者排除してるから終わりやん、本当に。どういうつもりや、これ。オーストラリアでも何やく毒物事件で、ね、選手が逮捕されてる。なんで処分下さんのよ。大体王国で、なんで民衆が黙ってされてる。黙ってるの、これ。お前ら、相当な戦争して、相当な負の連鎖を撒き散らしたんやろな。お前は、俺首相やったら本当に文句言いに行くぞ。ああいう戦法。本部でどなるぞ、本当に日本語でこう言うぞ。お前ら意外でしょ、意外なあんな審査でオリンピックやってたんだったもん。盛り上がってるよ、やっぱ笑いがあるよ。面白くもなんでもない、笑い物じゃない。じゃああの東京都の現状どうするぞ。愛媛県の新山のあんな市の新山港の現実をどう受け止めるぞ。大戦闘本当にいいな。こうやって反対を潰してたわ。こういうことです。新山の皆さん、事情はようがあった。学校の皆さん、ああ、事情があった。ああ、お題した。私も現実見せられてびっくりや。私、あれを見に行くために来たの。あれとも埼玉初めて訪問しました。朝が訪問できている。嬉しかった。さあ、ああ、中原舞さんを担当にした。さあ、大宮かぐらね。ここなんですよ。さあ、そう、まさか埼玉市の大宮。隣接し、俺は合併したら納得やん。でも大宮市にしてすべきやったよ。ああ、これでよかったよ。首都特区にさ、こっちのはいいって言ってちょっと貴族っぽい名前のはいい。ああ、こっちはいいよ。ああいうさ、もう本当に、ああ、井上麻里な、お前俺をバカにするために訪問したの、紫かい。お前な、お前も逮捕するぞ。国外逃亡したらす、撃墜するぞ、本当に。落ちてんぞ、本当に。撃墜するぞ、本当に。国外逃亡したら撃墜するぞ、覚悟しないと。皆さんからの、お前ら、テロリスト。それで自民党公明党、お前ら100年近くで一党テロ体制。お前ら芸能界、力で、ね、負の力で、ね、テロ体制を維持してきたもん。どういうつもりだこれ。そういうことでした。そういうことでした。こういうことだね。分かったわ、ね、もうすぐ分かったわ、ね、あの紫井上真理もう完全に分かった。あの声聞いてびっくりやな。まさかクライスアプターズという形で滋賀県に来てたとはな。そういうことや。もうバレてるぞお前の声。なんで安藤で泳いでてんまりな。
頑張ってん、もう今度安藤に任してるで。俺は大相当になったから株券もだいぶ手放さない。ああ終わったんだな。まあそんなもんいい。うん、当選前後から持ってたからね。まあ家風正解とね、別に辞めなくてもよかったやん。そういうことでした。要は FME の社員がさ、俺を護衛してくれたやん。ああ日本の治安仕事当てにならなかったから、そういうことや。運動員も護衛したってことね、兼ねて護衛したってこと、そういうことでした。こんなもんいいって、こんなもんいいね。そういう、そういうこと。あ、わーな。あ、なぜなこんな転職とか行くの主催やっぱりね。いや、そういうことがあった。そう、あ、なんで俺組、さあ、このサーリーセブンが、さあ、俺妨害してね、さあ、どうりで安易な恋が多発してた。ああ、そういうことでした。そういうことです。ね。ああ、そう来る。びっくりした、本当に。自動車学校って、すごいね、至急主催やん、財閥で。納得やね、本当に。本当に麻生グループって名前で今日もびっくりやったの、本物ってびっくりやったの、てっきり別名かなと思った、本当やった。そしたらそういうことでした。福岡も大丈夫や、今会議の適当対象みたいに、あ解除しても問題ないと思いました。そう、単純面が一等テロ対戦からだった。これ芸能人たち慌ててくるより、もうこのような特捜でな、全芸能事務所が悪質な業者に公開するから、公開義務化されるからね。そういうことでした。アメリカ政府責任取ってもらうからな。このための日米安保の大工場や総合の営業機って、ね、これのことでね、こいつら始末してもらうからな。責任取ってもらうからな。拒否したらあんなアメリカ政府を断行するからな。 CIA とか送ってきたら容赦なくん極右なんて虐殺するから覚えとけ。ジェノサイドするからな、ね、こういうことで、ジェノサイド宣言したいな、ね、容赦しないな、サンクションとは全然足りないな、さ、ジェノサイドで、そういうことで、そういうことで、そういうことで、まずは、あの現実を黙殺して、無理やり認めたの、何せどんどん、ダイオスに乗り込んで、どうなるの。麻生が言いますけど、かつて国政連盟脱退のために言ったように脱退宣言するか、この前にそういうことは、やるよとは、なんか私は赤十字国際委員会から脱退するわ、こんな人中にとか終わりや、もう脱退宣言って、もう会合で言うわ、ね、発表するわ、こういうことは WHO じゃなくて、この世界保健機関で、こっちから脱退、これを脱退すべきやな。さあ、こういうことでした。ああ、日本政府ね、嘘っぱちの報告してました。さあ、日本の芸能界ね、ああテロス事務総長を脅してのやってたよ。こいつはテロをやってたよ。こいつは滋賀県がテロ国家です。さあ、こういうことだ。もういいわ。ああ、こういうことでした。いや、まあ、坂本。そういうことや。残念になるよね。もうあんなラーゼフォンじゃ済まさないよ。もう戦争や。遠慮なく虐殺する方針だ。生放送って甘すぎるわ。あんな甘すぎるわ。あんな、ほんとに。あれや、と。甘すぎるわ、ほんとに。こういうことや。こういうことでした。信用しやがった。あ、な態度で切れた。思いっきり暴露させてもらったんですね。こういうことでした。思いっきり暴露させてもらった。免許証は公式に返納しました。はい、この通り見せました。はい、取り消し通知書もらいました。証明書もらいました。そういうことでした。記念にもらいました。てっきり、もう没収する。そうじゃなかった。
さあもう自主返納したのでもうこれで終わりです。さあもう次回の診察通院の詰めるからね。無理措置入院またしたらねまた暴露するから。逃がしたいぞ。覚悟しとけ。お前の首思いっきり跳ね飛ばすからね。目の前に銃で、そういうことや。勝利だったら思いっきり滋賀県全域総攻撃するからね。そういうことや、ね、総攻撃するから覚悟しとけ。そう、なんで日本戦員売れなかったかさ、びっくりやな。さあ大丈夫、安心ぞ。なんだよさ、弱体化させてくれさ。そうね、びっくりやったからな。現実見せられてびっくりや。そういうわけで、うん、日本政府早くスプートニック V 解禁しろ。各国でもう、うん、実証済みのやつやさっさと解禁して、もうみんなに接種させろ。1万でも2万でもいいから早く、うん、払うから。それでも女や、払い予防接種。そう、うん、これもでここで、そんなにオリンピックやりたければ、ああいうスポーツの企画いいや、スノーバー解禁しろ。こういうことや、解禁しろってことだ。こういうことや、アメリカ政府、意外に人間邪魔すると、日米 FTA 違反で ISU に使って、アメリカ政府訴えるぞ。そういうことや、ワクチン、僕の自由が妨害してるぞ、終わりや。こういうことや、そういうことでした。プーチン大統領、ミシティン議長、ショイ国防大臣、ラブロウ外務大臣、およびメドベージェフ第一副議長、クエーション、まあ、ロシア官がね、あなたたちの演説はよう聞いてましたさ。めっちゃ聞いてましたよさ。ね、あんな強め個性、それ説明せんね、さあ、めっちゃあんな、めっちゃあんな穏やかな声だってびっくりしました。本当に本当に分かってる人ってやな、うん、ロシアの映画見ましたよ。結構周りに聞きましたね。まあ、うん、いろいろ、まあ、とてもずいぶん、いや、本当にアメリカ人やから、もうむっちゃ大声出すよ。そうやな。そう、なんで私の音声界、これはアメリカ政府がやってません。国軍、ああ日本の芸能界やて、こいつらに誰がいる。要は声優か、アオニとバーニング、みんな2社は最後通帳や。これ以上のサーリーセブンをかばうとな、大抵の戦争して挑戦するぞ。お前らなんかに、かそういうことや。お前らを潰した後で一気に除染する決めた、こういうことだ。もう戦争で解決、もう戦争やて。苦情も女の交渉も苦情も拒否してるで終わり。こういうことや。いかお前らな、滋賀県こういう実験材料にいろんな法律作ってるだ。どういうだろう、厳罰かもね。こういうことやお前らがやってたんか。どうしてたほら、やってみろと。おやるわ、本当に一緒にやったらやるぞ、本当にマジで。総力結集して、ね、全面戦争を仕掛けるぞ、お前らに。おーやせんぞ。特捜もどんどん使うぞ、本当に。テロ組織資金とおげさもどんどん使って潰すぞ、本当に。容赦せんからな、本当に。全国銀行協会、これ以上サーリーセブンらをかばうとはな、お前らの対しても増税やけんの資産凍結とかの処分か、本当に。こういうことや、もう全面戦争や。あの自衛隊の現実見せられてびっくりやん。せっかく言うのに、そういうことや、そういうことでした。あ、戦争で解決、交渉も苦情も拒否してる時点で終わり。戦争で解決することに来ました。もうない、もう交渉する気もない。以上。